岩尾先生です。無限に稼げるインジケーターですね。今日は、2022年4月16日土曜日ですね。このですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9 列、9列のこのステータスですね、青と赤ですね、これが揃った時に取引するんですね。ここですね、ここで言うとここですね、ここ。今投資するといいですよっていうことになるわけですね。ここになるわけですね。それでもう一つここで全部入るのはここですね。これは上ですね。ここ全部ここだからここで投資するといいんですね。ここだとここですね。ここですね、ここ。ここで投資して、この2つの移動平均線は25と100ですね。で、1時間足です、これ。チャートはね。ですから、ここから上がってここでね、利食いするか、ここでね、利食いするかですね。というわけですね。で、ここで切って全部揃うところ、ここですね。ここ。ここですね。ここ全部赤でしょ。だからこっから投資してずっと下がってこの移動平均線25のここで利食いか、それともこうガチャガチャ行きながらここで利食いするか、長く落ちるんじゃないかと思う時はここで利食いですね。難しいですけどね、ここね。からこう切って、こうですね。ここ。全部、ここの揃ってるでしょ？この赤。赤揃ったところと。左から右にこう流してって、ね。位置、ここですね。ということは、ここで投資してここで利食いか、ね、ここで投資してここで利食いか、ずっとほったらかしてここで利食い、または大きく見ればガチャガチャ行きながらここです、ここで利食いっていう、ね、どっちがいいかですね。この2つの25の MA と100の MA が利食いと損切りなんですよ。ね。だから、どこがいいかですね。で、次、こうですね。ざーっと見て、赤ですね、赤。こうですね、ここだね。ここで来た。ね、赤ここですね、こっから下ですよっていうことでザーッとガチャガチャ来て、これはぶつかってるけどここは赤でしょ、下が。だから
ね、ここのとこ全部赤だから飛び抜けたって言っても戻ることが多いんですよ。でずっと見て落っこってここでリグイですね。この位置ですね。条件9つのインジケーターが揃ったらね。で次この青線ね、青の揃ったとこ、ここかな、あ揃ってないな、青揃ったとこ、ここだ、ここで入るわけですね。でこれは上なんですね。ということはこっからこっからここに当たっちゃったってね、ここで損切りですね。これはタイでも儲かってないですね。次こう来て赤のところですね。ここな、赤はここですね。ここ。これ落ちるよと言って上がっちゃったんで、ここで損切りですね。こんぐらい損したかな。で次青こうですね。こっから上からここ損切りですね。まあタイぐらいですね。で次赤見るとこうですね。これもこっから下でここで赤ぶつかっちゃったんでね、ここで損切りって言うんですね。これに損切って。まあこれ逆から見た方がいいでしょう。逆から見てた方がいいね、これね。逆に見てた方がいいね、これね。こんぐらいにしといて、ざーっと見てくると。で、ね、ここ全部揃ったって赤だよとね、だったらここで取引してこう上がるけれどもこう来てここでリグイっていう感じかな。またはずーっと行ってここでリグイか、打ったら、これ、またこう行って、ここでリグイか、ここでリグイかですね。で、これは青ね。青、こうですね。上ですね。ここで上でここで下がっちゃったから決済で、これは下でこれは下でここでこういってここでぶつかっちゃったんで2つのここで損切りですね。でこれは上がってここで損切りですね。ここはファイトに来てるね。こっからズドーンって来て、ここでリグイか、まだ待って、大きい方の MA で見るとこうですね。あんまり変わんないね、こことね、こことここね。まあ、短いのでやった方がいいんじゃないか、25の方でね、100よりかね。で、ここで、ね、ここで、買いで、ここでリグイ。ね。これはいいんじゃないかな。短いのでやった方がいいみたいですね。
またここね、ここで、で、ここでぶつかっちゃったんで、リグイド。まあ、そこはないね。で、次、ここで下。ずずずって、ここでリグイド。まあ、この幅大きいですよね。この幅ってさ、だいたいどんぐらいあるかっていうと、あ、場所変わっちゃったかな。分かんなくなっちゃった。で、こうね、これ上がるね。ここら辺で掴んでんでしょ。ね、ここで掴んで上がって、ここでリグイって言うんですね。で、ここはさっきやったのかな。こっから、こっから、ここ。ね。この幅つったってね、これ12ピップスぐらいかな、16ピップスぐらいかな、いや166ピップスあるね、168ピップスぐらい、結構多いですね。こう来てここでやったんだけど、またここで下になったから、ここでね、ここでまた取り引して、ここでリグイってやるってなんですよね。で、これは上でしょ、今度ね、今度これ上、ここで上だから、ここで取り引して、ここにぶつかっちゃったから、ここで損切り、それでこっからまた買い、買いでずっとガチャガチャ打って、ここまでって、すごい利益ね、これ。この利益は何ピップスだと言うと、な、710ピップスね、710ピップス、710ピップスも稼いですね。こんな稼げてる。ここはすごいね。ね。で、ここの赤を見たら、ここだね。こっからローであると。ね。こっからローになって、ここで、リグイット、これはあんまりちょっとだけだよ、これね、これはちょっとだけしか稼げたね、こんぐらいだから43ピップスぐらいだね、50ピップスぐらいだね、ということですね。で、こっからね、こっから取引するね。で、ガチャガチャ行きながら、ここで諦めるか、まああんまり出てないから、ずーっと行って、ここですね、ガチャガチャね、ここでリグイド。これだけの幅だったら419ピップス稼ぐですね、うん、これもあるんだけど、下ね、から猫全部赤でしょ、下基本ともね。ですから、こっからここまで稼ぐか、またはここですね、こうですね、237ピップス稼ぐね。と、ここで全部揃ってるから、とこっから上だけど戻っちゃって、ここで損切りだね。で、次こっから上だね、また青になったと。ここぐらいから、ここだね、
ここで損切りなの、ここら辺でね。これは200ピープスだよね。で次これ赤、こっからここだから損切りですね。でこれからこっからね、ここですね。ここでだから100、150ピップスぐらい。これ石返しだからね。150ピップスぐらい。で、次これ上。上だったけども、こう戻っちゃって。これもプラマイゼロぐらいだね。で、これ下。こっからだね。と、こっから、まあ、ここで決算する。してもいい。ここに出方が上がったらこんな感じで利益取っちゃう。まだ戻っちゃうよっていうことでこう来て、こうぶつかってここで決算だねっていう感じだね。ここで例えば大きいけどね。でここですね。ここで上でガチャガチャ来て戻っちゃったんで、まあここでリグイするかね、ここでしょうね、損切りですね。でこれは下でこれ負け、これも上来てるけれどもここで決算、あんまり負けてないね。でまあこれガチャガチャ来てるけれどもこれ入るんだろうけど、ガチャガチャガチャで、ね、上に登るような感じじゃないけどもここで何回か負けるんでしょうね。それでここで入ってここでリグですね。これ741ピップス稼ぎ。またはここですね。まあここはここでこんなに出てるからここで損切りしちゃうでしょ。67ピップスぐらい。670ピップスぐらいですかね。ここは揃ってんだね。ここは下でこれも損切りで。ね、ここも同じだね。まあこうごちょごちょごちょしながらほったらかしてここでまで待つのかって上を見るのかな。これね、これガチャガチャした時は上を向ってぶつかったとこで決算するようにした方がいいかもしれないね。でここで見てここでリーグイと157ピップスね。まあこんな具合ですね。こう9個まだね16個ぐらい増やしますけど、今あのでこの9個を整えるのにねちょっと見てんですよ。ですから今9個のインジケーター流してますけど、16個ぐらいでやるとまた正確なんでね、このパターンね、16個、実践では16個ぐらい並べるかと思いますね。今9つですね。ということで移動平均線、25と今回は25と100ですね。
から、これはこの決算の位置の目安と、長く見るときは長く見るときですね。以上ですね。このようにして、意外と簡単にね、これで投資すると1年間のぐらいだったら国家予算は楽に越すんじゃないかな。一人で国家予算だから、まあ国家予算だから、1万兆円ぐらい稼ぐんだよね。1万兆ぐらいから100万兆ぐらいね、個人で1年間で稼げますよということですね。どうもありがとうございました。浜洋先生でした。